僕は今日出所したんだ。僕は長い間檻の中に囚われていた。でも勘違いしないでね。僕は過ちを犯したわけじゃないんだ。僕は運命で結ばれたヒサメタンと順調に愛を育んでいた。でもあの気色悪いストーカー男カゲチオが現れて僕たち二人の愛を引き裂いていったんだ。その時に僕は気づいたんだ。大切な人を守るためには力が必要だって。僕の力がないばっかりにまだヒサメタンはあのストーカーに囚われてる。今度こそ僕はヒサメタンを守ってみせるんだ。ここがヒサメタンの家か。ヒサメタンの匂いがここまでしてきそうだよ。遅いな。ああ、久々のヒサメタン。相変わらず麗しい。もちもちした肌に純粋無垢な瞳、完璧なバランスのお顔、そして豊満な胸。はあ、ため息が出るほど最高だよ。ああ、ヒサおはよう。おはようじゃないよ、遅いようだよ。学校遅刻するじゃん。先行っててくれてよかったのに。そしたら影急がないでしょ。ほら行くよ。やはりまだヒサメタンにつきまとっていたか、ストーカー男影チオ。可憐な少女の弱みにつけ込んで束縛するなんて本当に吐き気のする男だ。男の風上にも置けない。ほら影、寝癖ひどいよ。ああ、わかったわかった、自分で直すから。かわいそうにヒサメタン、その男に脅されて僕への思いを隠しているんだね。僕にはわかるよ、君の心の悲鳴が。ちっ、さすがヒサメタン、戸締まりがしっかりしてる。2箇所の窓の鍵もかかっていた。とまあ普通のやつならここで諦めるだろう。けど僕はヒサメタンの運命の相手、簡単には諦めない。一日でダメなら何日でも待ってやる。ヒサメタンが鍵を閉め忘れるその日まで。なぜなら運命とは決められるものじゃなく自分の手で引き寄せるものだから。数日後。あ、開いてる。やっとだ、これでヒサメタンを守れる。つらかったよねヒサメタン、あの男に監禁されて。もうちょっとの辛抱だからね。これでよしっと。家中のコンセントに盗聴器を仕掛けたり、延長コードを盗聴器付きのものに変われば盗聴器は半永久的に動く。これで僕とヒサメタンは離れていても一緒だよ。シリーの作ってくれたご飯美味しい。ヒサメタンの咀嚼音は今日も可愛いな。でも最近食べ過ぎかな、ちょっと太った気が。大丈夫だよ、僕はヒサメタンがどんな体型でも大好きだから。でも僕のために綺麗でいてくれようと努力してくれてありがとう。新しく買ったワンピース着れなくなっちゃったらどうしよう。大丈夫だよ、僕がヒサメタンに似合うお洋服を買ってあげるからね。お風呂久々に入れたけど気持ちいいな。お風呂いいな。あ、そうだ、そろそろ一緒にお風呂入ろうよ。僕らの中ならそれも OK だよね。楽しみだな。どうした、顔色悪いぞヒサ。あ、そうかな、別に何かあったわけじゃないんだけど。なんじゃ、珍しくヒサ子がしょんぼりしとるの。お前嬉しそうだな。人の不幸は蜜の味じゃからな。なんじゃ、どんな不幸なことがあったんじゃ、わしに話してみ。追い詰めんな。まあなんだ、俺とボティスなんてクズだからさ。別にヒサが困ってても何もしないんだし、無責任に話してみてもいいんじゃね。いや、話したくなかったら別にあれだけど。なんだよ、ひねくれてるな。くどい、マイナス10点。 うっせえよ。ありがとね。私って電気の竜の力持ってるじゃん。ああ。だから電気関係には敏感なんだけど、なんていうのかな、最近変なノイズみたいなのを感じて家の居心地が悪いんだよね。それに昨日いきなり服が届いてて、最初は間違いかなって思ったんだけど、それって私が欲しいって言ってた服だったんだよ。それでなんか怖くなっちゃって。なるほどな。なんじゃそれだけか、つまらん。頭痛ぐらい寝とりゃ治るじゃろ。そうです
よね。私の気にしすぎですよね。あんまり気にしないで。本当に大丈夫か？つー、あのストーカー野郎、僕のしさめたんと喋りやがって。本来同じ空気を吸うのも僕の許可がいるはずなのに。このままじゃしさめたんが危ない。僕の愛で彼女の呪いを解いてあげなきゃ。そうだ、今夜しさめたん家に行かなきゃ。これで僕が影千代の呪いを解くんだ。サメタンのいい匂いがするです。サタンイオンが出てるのかな。あ、いかんいかん、僕はサメタンの呪いを解きに来たんだった。説明しよう。僕とサメタンは運命の相手だから、サメタンに僕の分身体を注入することで影千代の呪いから解き放たれるんだ。待っててね、サメタン。それはさすがにダメだろ。影千代！盗聴、盗撮を疑ってヒサの家の周りを見回ってたけど、お前、前にヒサを襲ったやつだろ。襲う？何記憶改ざんしてんだよ！それはお前だろ！まあいいや、お前と話す気はね。なんてね。死ね死ね死ね。前と同じだと思うなよ。僕はヒサメタンを守るための力を身につけたんだ。これでヒサメタンが解放される。超えちゃいけねえラインってもんがあるでしょうが。なんで知らないんだよ。そんなのずるだろ。お前は警察じゃ生ぬるい。いくら暴力を振るわれたって僕らの愛は引き裂けないぞ。サメタンは僕を愛しているんだ。もう喋んな。おお、影尾もむごいことするの。さすが自称クズ。ま、殺してもよかったと思うがの。なんじゃ、慣れないことしておうとか情けないの。うるせえ。影、大丈夫？シディに話聞いたよ。言われた通り、盗聴器は警察に外してもらったぞ。被害者はヒサだろ。俺はただ警察に届けただけだよ。また無理してる。ありがとうね、影。はあ、だから俺は何もしてねえって。うん、わかってる。見てくれた君が大好きです。チャンネル登録してね。